はい、原口ですけども、アポロさんがね、終わりまして、ちょっとね、近いにある甲斐さんのところにね、ちょっと行ってみようということで、みんなでこれそんな歩けるってこと？すぐですよ。あ、ほんと？おもろかったな、今の人。おばちゃんだもん。おばちゃんだな。なんかこう、友達の家とかないの、この辺に。ここね、学区違うんだよ、多分。あ、そういうことか。ただこっち、芝中とか、ファミマがあるんで、ちょっとそこでトイレしましょうかね。ここに行きますね。ここだけ。あっちがわらび駅だ。なんかね、ここ左ですね。日焼けサロンがありますね。まあそうね、結構ずっとあるこれ。え？ずっとある。あ、今に始まったことじゃない。ずっとある。結構埼玉の人、結構日焼けしがちというか、日焼けしがちというか。あ、そうなんだ。うん。で、まあ、マイバースケットはね、こうやってあります。これ通り過ぎて、ダイヤモンドシーキャノンの方に向かいます。ちょっとファミマがあるんで、ここで一瞬トイレ行きます。スニアカ男子。ここは有名な猫橋ですね、これね。猫橋交差点。あ、そうなんだ。それ有名なの。もう俺の中だな。ああ近所の人の中では猫橋みたいな。で、天狗。これ目印ですね。天狗。天狗、昔なんか三国志みたいな古本屋があの辺にあって、もうないんですよ。結構ね、あそこでちょっといかがしいエロ本買った。あ、エロ本、いかがしい古本。頭が頭痛するみたいな。ああさあ、こちらですね。わかりましょう。はい、こちらが、USK ことユーズドスニーカーズ会館というと、はい、まあ大体アポロさんが歩いて5分ぐらいですかね。確かに近いね。近いですよ。めちゃめちゃ近いよ。あ、会長いました。あ、すごいです、めちゃくちゃ売れてたっすからね、あの周年。あ、3周年周年やばっ、ね、3周年おめでとう。3周年、ね、おめでたい。会長30周年すごかったっすよ。いや、ユーズドスニーカーズ会の先駆者ですよ、ね、今だってもうこれが始まって、今だってメーカーがニューバランスだかどっかも今中古スニーカー売り始めてるんですよ。え、先駆者、先駆者。それがわらびから廃止になってね。めちゃくちゃ早く入れよ。スニアカ男子。いやー、相当ウルトっぽいですよね、やっぱり3周年って言ってもめちゃくちゃある。めちゃくちゃあるよね。いや、めちゃくちゃありますね。どうも、ガブリです。引き続き、ガブリさん。めちゃくちゃいい、かっこいいな、色ね。2019だって、最近じゃない。新品？新品だね。これいいけどな。仙道とかウェポン入ってなかったかな、確か。あ、嘘。これ、僕持ってるっすよ。ちょっと90年のダサさがね、はいはい、この素敵な。このバイオレットパープルみたいなね。2002の R？ それ。2002結構履き心地いいっすね。マジっすか？はい。あとね、ここが面白いですね。この、なんかレトロなコーナーがあるんですけど。何これ、末広、スパンバイレン100%。紐って何年のなんですか？いつのですか？このアシックスの紐って何年？でも 80s って書いてるの？そうですね。インソルテめっちゃ。へぇー。どうしよう。あ、そうです。80。おもろ。80年。確かに、確かに袋がもうね。ほら、ナイキの種類すごい。ロープだ。もう450円？あ、それと、販売価格は500円なんですけど。あ、なるほど。当時の定価が450円です。全然変わんないじゃん。500円。全然乗っけてないじゃん。税込み価格見たことない。もうちょっと乗っけていいと思うけど。ね、ほら、子供っていうか、キッズサイズも。キッズサイズもね、こっちにもありますし。バンズとかのね、これもあるよ。ああ。これいいやん。17、8センチぐらいかな。ねえ。鬼塚タイガーのこれも。はいはいはい。あ、スニーカージャック。あ、ね、雑誌がすごい。雑誌めっちゃある。雑誌も売ってるってことですか？いや、なんか、いや、なんかこういうのも、ちょっと楽しみに来てくださいみたいな感じらしいです。売り物ではないみたいな。懐かしいよ。ここに座って、こういう。ちょっとじゃあ、いてててて。うわ、出た、イナゴライダーの表紙。うわー、ヘンプ。たまにこう、動画で持ってて、ヘンプとか載ってるから。ちょっと、ごめんなさい。これやばくないですか？何のやつですか？かっこよくないですか？デッド94年の。じゃあだって今のパンツと色一緒っすよね。あ、確かに。しかもガーバリさんよく履いてる。あ、僕アディジャね。そう、しかもこれ、これと一緒なんだよ。ダサい。すげえ、メサンフィビアの乗ってるこれ、ちょっと中敷き見てください。二つ軸動くんじゃないで。
いろいろありますね。あ、ドープだ。あれ、ガバリさん、ドープ、ドープっていう雑誌ありますよ。襲ってきたら、ほら、今で本当だ。ドープっての、あ、ドープだって。あ、じゃあガバリさんもドープって言った方がいいかもしれないですか。じゃあちょっと終わり、今日ドープで言いましょうか。ドープだって。こっちが先？こっちが先っすね、多分。うん、シュープみたいな癖はないですけど。シュープラネットじゃなくて。シュープラネット。シュープ、なんで知ってるんですか、シュープラネット。俺、シュープラネットよく買ってましたもん。うわぁ、はい、池袋もね。はい。あれ、シュープみたいな、リスみたいなマークなんだっけ、あれ違ったっけ。シュープじゃなくて、シュープラネット最終的に朝霞に行ったんですよ。うわぁ、結構、もう、そうそうそう、あっと。あの、ステッカー入ってくるんですよね、シュープラネットっていうステッカーが。へ、え、ぇ、ー、買ったことはないんだ。買ったことないんだ。昔だから、チェリーも、俺高1、いや、そんぐらいかな。高1か高2ぐらいの時に3万ちょっと買ったっすね。てか、ジョーダンめっちゃ増えたんだよな。てか、マジで、ラインナップ、普通にめちゃくちゃ、まだこれで少ないって。これちょっと恥ずかしいレベルって言ってた。ねえ。これでもいいじゃん、こういうの。うわ、ねえ。うん、いい。9000円だ。ラバドーム。めっちゃいい。しかも、ゴムが生きてんのがいいっすね、それ。ね、いや、カマリさんもっと近寄ってください、そんな。遠くで頑張んないで。これもいいじゃん。2010 ACG パック。色めちゃくちゃいいじゃん。ねえ、30cm。ACG っぽい、確かに。これなんだっけ？書いてる。うわ、ハイヘア。あ、用意しました、ハイヘア。ハイヘアじゃないですか。めちゃくちゃいい、ハイヘア。ハイヘア超いいよ。いや、欲しかったやつだ。いや、27.5 っすね。これね。これめちゃいいじゃん。いいのよ。これ、俺、靴屋手伝ってた時にあったやつで。なんか四つじゃない、いや、四つ。これ多分ね、ウィメンズかなんかの休み記念じゃないですか。なんかイングランドの休日じゃない、なんか記念だと思います。あ、セントパトリックスね。うん。わからんすけど。いや、一緒っす。休日っす。あの、ダンク SB でもまた出てますけど。これちなみに多分国内出てないんですよ。あ、これいいよ。それ。あ、プロ B じゃん。プロ B。あ、プロ B ってじゃあもう、え？前の SB ができる前に出てたやつだけど、出てからも出てる。ああ、確かに2003年だもんね。SB じゃないってことですか？ SB じゃないです。SB の、だからプロ B の、そのなんか、シルエットが SB にまあ似てるんですけど、そこのなんかちょっと細かくは、あんま分かってないですけど。プロ B から SB になってるみたいな。そう。なるほど、なるほど。でも、あっちたんよ。だから SB の一番最初の段階はプロ B からスタートしてるみたいな噂もあるんですけど、ちょっとそこの情報。吉見はスポーツで買ったのがプロ B だという。うん。プロビーを元にっていう話らしいんですよ。なるほど、なるほど。ボディというか、あれ、ね、うん。まあ、俺も雑誌で見た情報なんで、ちょっと曖昧ですけど。まあ、雑誌が正しいかってやったらそうじゃないと思うんで。そうそうそう。わかんないから。こっちの奥は、シティアダックとか、あれね。うん。ネットだ。これ。え？ノースカロライナカラー。マジで？ほんと綺麗。NYC もんじゃん。あ、ほんと。99年の 26.5、45,000。タンがね、黄ばんでしまうのよ、これ。あ、でもまあもう全然黄ばんでない。あ、本当。オレンジにこれあるけど、オレンジのこれもう真っ黄色だよ、タンが。真っ黄色、タバコ吸ってる人の歯みたいな。めちゃくちゃタン綺麗になってる。まあ、分からなくないけど、こっちが23,000。安っ。確かに。まあ、だからどっちがいいかだよね。でも俺はね、こっちの方がね、こだわりある人履いてるイメージがある。あ、へえ。でステューシーがそれぞれこう国が書いてるけど、これワールドツアーのシリーズのやつ。あ、これ持ってんだっけ。ね、日本はあるけど、ちょうど今ここに日本がないわ。4種類か。3個あるじゃん、ここに。うん。すご。サンキュッパー。ね、ここら辺は結構、本当に昔のカレッジっていうのを中心に作ってる。綺麗だね。いや、これが。うわ、ここら辺すごいな。ホワイトゲッター？このアシックスの。これ入ってねえんじゃないこれ。いつなんだろう。ファブレザー、ファブレ。やった。ファブレザー。買うとあの水色のバッグついてくる。ちっちゃい布の。シューズ袋。そう。あれ、カイちゃんこれ、アシックスのこれ、何年ぐらいだよ。98。おっ。でもそうだよ。いや、俺が中学生。このタグがそうだもん。そうだよね。このタグ。三井久志が、ジャパエルですね。ジャパエルね。ジョーダン系も結構ありますよね、ジョーダンは。あ、ジョーダン系もね、うん。今更ね、結構俺ファセッタズムちょっと欲しいんだよな。お前、じゃあ、これいいじゃんね。15,000、30cm。あら。うん。赤目と。このランバードもやばいっすし。ランバード。ランバード水の？やばくないっすか、なんか雰囲気やばくないっすか。ミズノのこれいつのっていうぐらいのやつ。ああ、インフィニューションね。いや、好きそう。いつのですかね。いや、ミズノじゃない。なんいい踏んでんすよ。音合わせてるっすよ。あ、なるほどね。あと僕おすすめなのはこれですね。ガンジャ柄。へぇ、ガンジャ人気で。うん。しかも数が少ないという、かっこいいですね。しかも多分これオリジナルで出てたんじゃないかな、昔。色もかっこいいし、ガンジャはやばい。夏は特にガンジャ、
で、ガンジャの人とか言って。めちゃくちゃガンジャいますよ。めちゃ。ポルトガルですね。1万2000円。え？ウィメンズ？ウィメンズ 24.5。これ安いんだ。安いと思う。いい体だと思う。それ復刻しましたっけ？いや、してないっす。あー。コンバースがなんかないですか、この。これがね、なんだこれって思ったっす。なんだこれ？これ見たことないんすよね。これなんだこれ？二層式の？なんかほら。面白いっすね。二層式なんだこれ。アディクトです、ね。28センチなの ?2 万8000なの新品？ね、俺これ見たことない。へぇ、これ面白い、確かに。これなんか人気者になりそうですね。確かに。下駄箱にあったらこれ人気者になりそう。そんな番組もありました、ね。あ、それいいっすよね。これ何ですか？いいじゃん。これめちゃくちゃいいけど、サイズが全然違ったね。コンベンション。うわぁ、コンベンション？コンベンションか。新コンベンションじゃん。すげぇ。復刻出てたんだ。2010年に出てんの。すげぇ。バンダル？バンダルね、最近出てないっすね。バンダルって、なんか、スチューシーで一瞬出てるけどね。バンダル行き切りそうで行き切らないんですよ、ね。確かに。どうですか？このレイカーズカラーいいじゃないですか。うわ、かっこいい。うわ、かっこいい。なんぼなんだろう。7号か。あの、レイカーズ書いてある。へ、今ね、八村選手めちゃくちゃ頑張ってる。これまあ結構女性のイメージが強いかもしれない。ああ、確かに。女性、うちの母ちゃんはスケッチャーズかプーマーって感じですね、今。あ、うちの母親もスケッチャーズ入ってた。しかもこれ箱がね、結構コンバースとかだと、コンバース細いね。確かにコンバースの箱はちょっと手に取ってるか。ナイキの2分の1ぐらいだ、これ。あー、でも、昔ってでも箱めっちゃ細かったっすよね。うん、確かに。ちっちゃかったっすね。うわー。え？ジーノの3番目。ジーノの3番目？2万8000。あー、こんなサイズじゃん。俺持ってる、これ。あ、持ってんだ。うん。これは前回来た時はあんま勝てよくない？まあでもやっぱりヴィンテージって見ることないかな。それランディ MC とかよ。このポパイの置物なんだな。そのね、バンズがすげえんすよ。どれ？片足の超でかいの。あれやばいっすよ。あ、うわ、でかっ。すげえ。それあの、お店にしかない、配られてないというか。解散的にあれじゃないですか。コートフォースを押したい感あるっすよね。コートフォースね。なんかね、結構コートフォースを解散のインスタを見てる限り。イエローグラデの。ああ、いい。ああ、これいいやん。これ6980円。27センチ。お、マイシャじゃん。うん。これいいじゃん。紫のこれもじゃん。あ、これもこう、本当だ。かっこいい。そりゃかだす。じゃあ、ガベさんの気になったやつ、サンス行ってみましょうか。はい。こちらです。ビーン。素晴らしい。ビーン。あ、ビーン、これ3位。本物だ。これ何なんだ、これ。これはね、スーパースターの35周年記念。グーフィーだ。で、ディズニーシリーズとか、あと、ミュージックシリーズとか、いくつか出てるんですよ。で、ランディ MC とかもありますし、ミュージックだと、ミッシー・エリオットだかな。ミッシー・エリオットも。ミッシー・エリオット知ってます？ペンペケペケペンペン。わかんないけど。フィメールラッパーですよね。そうです、そうです。アディダスよく着てた。とか、まあ、あと、JG、ロックフェラー。JG、そう、ロックフェラーレコード。だからレコードのやつが出てたりしてたので、2002、3年ぐらいに出てたやつで、ちょっとここが懐かしいですね。へえー、すごい。ミッシーエリオットね、持ってたけどね、多分最終的にワーム東京に持ってっちゃったかもしれない。じゃあ2位お願いします。2位はね、どれにしようかな。ちょっとね、面白くないけど、コルテッツかな。あ、コルテッツのこの色でもね、本当はノーマックスがあったんですよ、ちっちゃいサイズの。え？こんぐらいのノーマックス前あったんですよ。多分売れちゃってんすよ。多分もうドジャースブームだから。ドジャースで。大谷が。そうかそうか。どうじゃ。マイケル・ピアザーとかね。いや、ノーマックスはね、本当私があのスニーカーに目覚めた一足でもあります。いや、本当すごかったっすよね。すごいですよね、あれ。エアーマックスとかノーマックス、トライアックスとか。ああ。すごい。確かに。じゃあ流行る第1位。第1位はね、これにしようかな。ステューシーらしいです。ステューシーは僕あんま全く興味ないけど、でも状態がすごい綺麗、古いのデッドストックとかじゃない。で、多分これスニーカーコンで結構いい値段でいけそうじゃないですか。だからそういう点で1位という。いや、もう状態がいい。あとゴムが結構さ、ツルツルになるんですよ、こういう。で、ゴムが生きてる。これ間違いない。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今度のベスト3っていうことじゃね。さっきね、見てて気になったのね、これ
かっこいいじゃん。別注だね。エクストララージ。エクストララージ別注。へ、うん、5500円。これかっこいい。めっちゃ綺麗だな。色もいいし。色いい。これもいいね。どれや。うん。ほら、ユーズスニーカーショップ貝のカラーで。どうしようよ、うん。ああ、ほんとだ。この黄色とね。いいよね。うん。まあ、2007年ということで。これのね、まあ、その、それこそこれの色みたいなさ、チームレッドとかこのグリーンだとかで、うん、結構似たね、こういう後ろだけの色入ってるやつがよく出てたんだけど、うん、それをやっぱ彷彿させるっていうか、まあ時代一緒だからさ、うん、それをなんか感じれるっていうなんか懐かしさもあって、いいんじゃない？うん、ありがとうございます。これいいじゃん。お、ガバリさんとかぶった。これいいよ。え、ガバリさんこれ？うん。あ、ガバリさんこれ？ガバリさんこれいいっすよね。はい、ということで、終わりましょう。はい。スニーカー男子。どうも。はい。グループしたね。おぉ。え、原口さん、購入されたの？行っちゃいました。よぉ。これ ACG の。うわ、かっこいい。ここ初めて見てね、わらびで。見たことない。見たことないんですよ。うん。で、このショッキングピンクみたいなのが、うん、このカラーリングにこうぶち込まれてると、また ACG っぽくて。うわぁ。紫とともに。すげぇ。すごいいいんですよ。で、30センチなんて履きやすいっていう。また、あれだね、カイさんも。はい。27日、28日、イベント。あ、そうです。一緒にやるんですかね。はい。やらせてもらいます。ね、はい。じゃあ行きましょう。はい。はい。ドーン。バイバイチューン。はい。ありがとうございます。やっぱあんま相性良くねえんだよな。めちゃくちゃいいよな。譲り合いすぎなの。ちょっとね、なんだろう。なんか、お互いを主役にしようとしてるから。あ、これ俺んちにもあるわ。何年これ岩佐真由子のね。あ、上田や、これもあるわ。え、これあれだよ、アンジサイルだよ。かわいいな。外力チャンネルですよ。なんかあった人って感じするよな、今外力チャンネルって言われると。あ、事務所からめちゃくちゃ搾取されたの。あ、これもあるわ俺。いや、バンズやべえっすよ、やっぱなんかあれっすね、あの、いろんなスニーカーをいっぱい履いて最終的にこのコンバースのオールスター履くみたいになる感覚と一緒でこうローティクにまた戻ってくるじゃないですか。はいはいはい。だからいろんなラーメン好きな人とかラーメンめっちゃ食べるじゃないですか、うん、でいろんなラーメンを食べて最終的に後楽園にたどり着くみたいな感覚と一緒で。あ、なるほどね、うん、なんか納得いってなさそうっすよ。